蛇かと思った。部屋はついてるんでしょ。下？上も行ける。上も行ける。上も行ける。あ、すごいね。なんかアパートの必要ないみたいだね。珍しい。あんね、伸び放題になってる。痛い痛い。あ、すごいね、こんな感じ。うわ、伸び放題、すごいね。これは草刈り線かね。草刈りしますよ。え、あのさっきの下はない？ あるけど入れるかどうかわからん。あ、じゃあこう行ってみたらいいよ。こう1,2,3ってなっちゃうわけね。うん、行ってみたらいい。行ったことないから。なんかこの構造珍しいね。珍しい。ほら。すごいね。でもなんか見て。だから開くかどうか分からんけど行ってみたら。開かずのあれ。いや、これは。ダメ。ああ、行けないか。いかん。おお、いかんね。うん。いけんな。いけんね。なんか不思議やね。ふけってるんかね。封鎖されてる。で封鎖されるんだ。分からん。もうどうしようもない。なんか不思議やね。ここの部屋は何みたいな。すごい謎。これ蛇に見えん。蛇に。ね。まだ部屋ある。こうですね。詰まってる。部屋もうこれで終わり？終わり。ここのベランダは？ベランダあるよ。多分全部ある。どんな感じ？普通だと思う。なんとか上だけ。ああ、普通だね。上になんかなぜか置いてるヌードンって。何が？なんか。うん、栄養植物みたいなのってそのまま育ってきてる。OKOK。ただここの構造が変わってるよね。1,2,3ってね。うん、続けてるね。そうそう、普通ないからね。下が階段だね。階段があるっていうのは不思議で、でなおかつこの下のあのね、封鎖された空間がちょっと気になるよね。下ちょっと行ってみたいね。行けない、鍵ないよね。鍵ってか、そもそも取っ手がないもんね。開かずの間みたいなね。下から開くでしょ、多分。下から。なんでここ封じてるかなよね。確かに。
ちょっと気になる。なんか住居にしようと思ったのね。なんじゃ。なんかそういうやばい物件かもしれないね。やばい物件や。わかんない。ここの2階でなんか住居にしようと思ったとか。ね、ああそうか。あ、5番があるやん。うん。5番。はい。